準備の方は大丈夫ですか？うん、はい、いつでも。あ、じゃあさっきちょっと挨拶してもいいですか？はい、いきます。せーの、We are Team 48 のアマリザ・タロウ・ダツー MC ・ドンパチ・ビーチパンツ。はい、今回ちょっと真剣な話になるんですけど、俺らも何も聞いてない。まあ、今回普通に動画回させてもらってるんですけども、ちょっとある人、ちょっと皆様とメンバーにもまだ言ってない報告がちょっとありまして。珍しいな。珍しい、珍しいですけど、だから深刻な。まあ、た皆様覚えてますかね。まあ、僕って過去に1回両足を骨折した。おお、うん、衝撃でした。階段からなんか変な落ち方っていうのもくじき方して両足を折るというのもめちゃくちゃダサい折り方しちゃったんですけども、そんなことないよ。マシナになってきたんですよ、うん、ただ一つそう折れてる場所がちょっとなんか変な折り方がしてしまってて悪くなったっぽいんですよ。リハビリもしてたんですけども、ある一つの原因でちょっとまたちょっと悪い方向に進んでいってしまう。どういう風に悪くなったわけ？なんか、まあ、また痛くなってきた。まあまたちょっと痛みが出てきた。ちょっと悪化してきてるってこと？それもなんやろ、まあ遊びすぎとかの原因とかじゃなくてある原因やと思うんですけど、知りたいですか？知りたいですか？いや、知りたいですよ。なんでそんなコミカルに簡単に教えると思いますか、僕ら。なんだなんだ、だるこの足に悪くなった理由っていうのは、うん、本当だと思いますか？なんでそれとも、嘘だと思いますか？実際悪くなってんの？どっちだと思いますか？何やねん、なんなんだよ。俺らはいいけど、視聴者さんが心配してるよ。ちょっと悪くなりました。はい、ちょっと悪くなったね。ちょっと悪くなりました。で、原因が太りすぎ。それはガチ。今みたいな僕の話って嘘のようで本当の話なの。でもこれもしかしたら嘘かもしれないっていうパターンもあるじゃないですか。ほうほう。今回これをこういう話を元にした面白い企画持ってきました。嘘かまことか見抜け、チンラダダー。今僕が言ったように嘘か誠かわからないような話を5個ずつ考えてもらいます。本当の話を確実に聞いてほしいんですけども、何個入れてもいいです。5問のうち例えば嘘が3個、本当が2個、逆に言えば本当が3個、嘘が2個っていうパターンもありなんですけども、うん、その中で皆さんが今から話し合って心理戦をしてもらいます。話を本当か嘘かっていうのを見抜く遊びとなっております。我々が探偵になってダウトみたいな感じで言うことね。そういうことです。どうでもいいです。考える時間が必要なんで、皆さん、だから、ここを考えた上で、始めたいと思います。皆さん、考えてみてください。はい、それでは行きましょう。せーの、レイオー。はい、ということで皆さん、お題の方、いつ考えましたか？はい、ありがとうございます。うん、普通に多分、僕たちが呼んでも誰かと分かるし、多分考えやすいと思うので、順番をバラバラにして、ゆいちゃんが。なるほどね。なるほど。ということで、ゆいちゃん、今回よろしくお願いします。よろしくお願いします。呼んでもらって、私だと思った人が被告人としてもいいんで。はい、なるほどね。で、今回やっていくんですけども、被告人が喋って、審議戦が終わった後に、こちら側の人たちが、その話が本当だと思ったら、皆さんが言ったこちら、ポン、こちら側に、本当。で、俺をポンって出ます。ポン、覚えてた。ダウトでございます。そのため、今回、ここに黒い線で出る。と分け分けしてるんですけども、一世の状態で本当かダウトかっていうのを決めてもらいます。はい、それでは早速やっていきましょう。せーの、レディオ。では2つ目の暴露。本当は3人兄弟。被告人前へ。なるほどな。バート、よー、サド。いるの妹です。妹ではないです。弟、これをちょっと説明させてほしいんですけど、はいはい、まあ、3人兄弟ですって書いてるんですけど、でした。え、ないない、複雑な複雑な複雑でした。まあ、複雑、俺にとっては複雑でした。お父さんかお母さんは一緒やけど、もう一緒は別でした。何歳の子？2歳下。あ、ってことはじゃあ年下の男の子。年下の弟がおったとか。年下の2歳下の弟が。セナちゃん何歳？妹は5歳下。名前は？名前知らないです。あ、会ったことありますか？僕はないです。あ、会ったことはないんですか？どういうこと？逆に、あ、逆に本当っぽい。今どこにいるかとか分かりますか？今はもうだからいないです。いいの？え、このように。このように。え、そういうことね。なるほどな。
なるほど。え、それ何歳の時にいなくなってしまったんですか。だから俺が小度2、3歳ぐらいかな。うわー、ガチポーこれ嘘つけへんよ。これ嘘つけへんよ。これ嘘つけへんよ。いやでもどうなのやろ。いやでもさすがに、いやでも結構リアルやから、リアルやな、うん、ちょっとなんか俺が誰か知らせて出てきたよな。触れられへんねんけど、どこまでどこまで触れていいもん。やっぱ一緒に行くよ、サッカーしたから。あ、まあそうそう、やっぱ男兄弟ってのもあって。そうなんや。でも正直これ聞くところないよな。今楽しさがパッと言ったところで十分なんですよね。本当だと思う人はこちら、ダウトだと思う人はそれでは皆さん、決まりました、決まりました。それでは本当かダウトか、せーの。まあさすがにちょっとね、全員が本当ってことで大丈夫でしょうか。これが逆にダウトって時の場合が恐ろしいです。いや本当だと思うわ。では嘘か誠か、誠です。おお、そうなんや。そうなんですよ。こちらリュウさん、9ヶ月、あ、じゃあ8、7ヶ月、もうほんま生まれる寸前で3人兄弟やったんですよ。はい、なるほど。こんな感じのゲームでございますね。なるほど。いやでもギリギリやった。バクロ、修学旅行でシャワーに入っている時ノックされたので、そのまま出たらインキーして全裸のままホテルのフロントへ行った。うわー、誰かによるな。被告人、前へ。誰？よくあるやつやんな。お前そんなパス忘れちゃう。なんか合宿やったっけ？合宿の修学旅行やから。いつの話？僕が高校3年生最後の修学旅行です。ってなったらお前は北海道や。北海道です。ここ地方か。いや俺ここ地方っす。え、その話は聞いたことある。あー、しょ、聞いたことあった。あ、そうだ。あ、どうだろう。そんなバカなことするか、あいつ。最終的にはどうなった？行こうとした時に先生が来て、お前何してんねんって言って、いや、インキーしたんですよって言って先生が取りに行って、先生取りに行って、いや、まずもう裸だからずっとこうやってバスタオル巻いて出た。バスタオル巻いてじゃなくて、でこれやばで、こうやってやって、で、そのままドア離したってこと。誰って、その、こうやったらガチャってやっちゃった。それってなんか他の生徒っていうんかな、には見られました。めちゃくちゃ見られた。まあ、僕はやっぱ一番長いじゃないですか。たまーに、いや、たまーにどうしたとこなんやつ。いや、紛らわしいな。たまーにどうしたとこなんねん。その部屋は一人部屋？二人部屋で、一人はめちゃくちゃヤンキーで、そこら辺うるさくしました。終了しよう。あいつにやりたくやがった。はい。それでは、この若葉が言った、嘘かまことか、せーの。マカはなんかもうちょっと斜め上のあれ持ってきたよ。死なさそう、絶対。はい、では先ほどの暴露は嘘かまことか。嘘です。うわちなみにこれ言っちゃうけど、嘘やけど本当に。あ、だから違う人がやった。同じホテルだけのやつが。だから話もリアルやねん。はい、うまい。本当にこの写真あるんですよ。めっちゃおもろい。めっちゃおもろい。これ写真撮った側かよ。これ結構騙せたらすごいってこと。いや、そうですよね。めっちゃおもろい。マクロ、初めてを経験したのは高校2年生、場所は公園。被告人、前へ。ちょっ、待てよ。質問しろ。おーい、質問しろ。おーい、質問しろ。そういうのは女性は書かないんです。ないんだよ、だってみんなみたいな面白い話。初めての経験は年上ですか、年下とか。同じ年。同じ年だよ。あ、じゃあこれ聞いていいですか。後悔はしてないですか。後悔、そこでしてってこと。あんまり言ってくれ。後悔は入った家だけでいい。一人頑張って振り絞った質問を一つずつ。オッケーオッケーオッケー。今日朝何食べた。ちょっと待って。いい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 い
黒髪。黒髪か。公園は学校の近くですか。うん。お前だけリアル。違う。いやもう、いや俺はもうこれ罰ゲーム来られたないもん。いや。嘘かまことかいきます。せーの。うわうわ分かれた、初めて分かれた。いや嘘であってほしい。いや嘘であってほしいよ俺も。嘘かまことか。暴露、生まれつきケツの穴が2つある。お前が先輩から言われても縛るぞ。なんかケツの穴が2つある。いや2つあったらさ、お前2つからお前まことやったらもう逃げちゃうから。穴が2つある。え、それは誰かに知られてますか。お母さんとかこう初めて会う時に、あ、お前これで、お前これで本当やったらボコボコさ。嘘かまことか。まことです。ほんまやろ。聞いたことない。ほんまやね。見せてみや、見せてみや。ゆいちゃんに見せてみや。見せてみや。おい。ちょっと。おい、じゃあ。出せや。出せや。ケツの穴が2つあるのは嘘です。1つです。友達でのお泊まり会、友達とのお泊まり会、家に出てきた生きたゴキブリを学校の校舎に投げたことがある。5分前。お泊まり会待てですか。もう言えんな。5分前主催者やってるけど、主催者やってるけど、なんか嘘見たら本当らしいというか、なんかありがちな話。じゃあケツ穴の方がおもろかった。もう一旦スタートしません。夜の校舎に生きたゴキブリを投げたことがある。そうなんです。手で捕まえた。いや、ジップロックに入れて、で、洗剤用があって。わざわざ学校まで行ったってこと。学校が目の前なんで。男の前って3人ぐらい。そう、4人。ちなみに誰。ちなみに、あー、やりそう。やりそうなメンツやな。やりそうなメンツやな。あの、本当だとして、だからってなって。厳しい。そんなこと言うの。まあまあ、あるのはまあ。じゃあ、リザ、嘘か誠か入れて。あ、誠です。よいしょ。誠ないかよ。誠なのかよ。今年のドッカンバトルの課金額86万円。うわー、リアル。もうこれは若葉でしょ、もう。いやーけど86万って数えるかな。いろいろ質問したいの、俺これ。え、それはあのこたつからこう、お前課金しろよって言ってもらったやつも含めて。いや、今年なんで。自分の。あれ毎月10万ぐらいやってると思う。いや、どうやろうな。そんな課金するかも。あまりだ、毎月10万。まあ俺か、まあ一応はいつも隣におるんで。あ、でも一応まあこれはみんな助けてるんですよ。チーム戦ではないんでね。チーム戦じゃないけど、これは一個っていうか、俺は一応ゲーム実況もしてる。ちなみにそれ以外で課金した額を大体で教えてもらっていいですか。でもバウンティーラッシュでも20弱ぐらいです、ね、20ぐらいじゃん。一番使ってるのは結局ドッカンバトルです。いや、ドッカンバトル長いね。平方投擲ドッカンバトル長いね。嘘かまことかー。せーの。おーい。いや、これな、俺一個いいですか。若葉は多分数字変えてくると思う。83とかを86に言いそう。そこを変えてきそうなタイプの人間やった。だってあいつ横見たら携帯ダブルタップずっとしてる。抜き打ち携帯チェックしたのよ。1週間で割と1万ぐらいはしてるけど、1ヶ月4万ぐらい、いっても40万ぐらいと思うわ。あ、待てよ、今年か。嘘か、まことか。自分が住んでたマンションの同じ階で殺人事件が起きたことがある。怖い。よいしょ。なんかありそうじゃない。 いつの事件ですか。いつ頃の。僕も今引っ越ししたんで2個前の、はい、2個前。いや、殺人事件起きそうな場所やわ。やべやべ。そうなんや。
ニュースとかありました、うん、だから俺が引っ越ししてから知らんかったってこと？だ知って記事で友達からお前住んでるところえニュースとかそれは話題になったその時いや俺は知らんかったから話題にはなってないだからニュースにはなってるけど記事めちゃくちゃ有名ではない待てよみたいなこんなことあるんやでもなんか嘘で思いつきそうなネタやなこれねでもまこってやった時の怖さがあるよね怖いなちょっと突っ込む質問だけどどんな感じの具体的には分からんねんけどその男性が普通にもう戻ってきた時に倒れこされてたりとかって主人に怒られてるまあでも大まかに倒れてあんまそんな具体的には書いてんのいや俺も決まったはい俺も決まったせーのどうかなえ、まことやと思うけどなで、なんか邪気がまとってんのよ、あそこらへんの家そうなのあそこ元住んでたから嘘かまことかまこと怖い怖いねマジマジで自分が引っ越した後やからよかったけど時間とかがやっぱもしかしたらそれ違ってしかも目の当たりにしてたかもしれない引っ越してんってなってたらそういうことだったわ次の暴露好奇心で化粧品をガチで食べたことがある被告人前めっちゃリアルやなありそうやなありそうやなんででも何食べたんですかキャンメイク何歳の時ですか何歳の時ですか何歳の時高校生の時かなでもなんか高校生は怪しいないやでもしそうじゃないですかなんか動画でその化粧品が食べれるやつを見とってそれに影響されて食べてみようと思って化粧品のそのに見せた食べ物を食べてる動画を見てうん多分それを見てで本物のやつはどうなんかなっていうんで好奇心でキャンメイクの何食べたんですか口紅口紅とかやったら食いそうやなまあ口紅食えるからな俺の豚はどういう味したまあ何時のことやかあんま覚えてないねんけどめっちゃまずかったよまあ覚えてるあんま食べたことあるよ割と美味しいね、うん私はだから全然別にバグってる君だよバグってる君だよ俺なのな俺も決まったよ一回ちょっともうそのピ細かいやん再現 VTR ああこれ食べれるかなどうなんやろで開けてその出すやんで、舐めた一回軽く先だけで、上ってやったけど食べた、そのまま嘘かまことかせーのうわぁ、やばかったもうだってアホにもわからないことあるやんだって舐めてやばいなあ、まずいや、俺最後までわからなかったただ、舐めてからまた食うその時に流行ってた動画でそんなんあるかな？いやまあチョコのあれやん、メイク。嘘かまことかめっちゃ嘘。ああ。いや、なんかよかった。MC がバカじゃなくてよかった。あ、本人もほどかった。大丈夫、大丈夫。次の暴露。実は高校生の時に密かにモテていた。しょうまない。しょうまない。しょうまない。お前、すごいんだよ。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 お前がモテてるか思ってるか、どうかよ。一回聞きましょう。OK。告白された人数は何人ですか？告白されたことない。ラブレター？ラブレターもない。なんでモテてたと思った？そう、その自覚を教えてほしい。もうずっと女の子おった。え？それ、お前がいじられてきた。これさ、こいつどっちでもいけるもんな。自分が思っとったら別に妄想でモテてたらその考えをだってここで重ねて今かわいいって言ったけど今普通の質問するの間違ってると思うなんでこいつがこの質問をここに入れたかやと思うこいつを今モテてないって思わすと思うよだから俺らが全員こっち行かしてこっち行きたいと思わせてだってこっちだったらちょっと痛いやんもう違うゲームやないか理解できてる俺だけ違うゲーム一回ちょっとやってみようあまりなの考えたこれで俺のシナリオ通りに行くのかどうか分からんけどもう自分なりに思った方が行けばいいねせーのこっちねこっちは絶対こっちだほんでどうするかここからここからこいつそうこっからどういう理解を持っていくかどう多分もう最初からもう多分もうこっちにみんな行くと分かってるからどういうツッコミを今からするかとかそこまでちょっとそこは見ものですね見ものやわ
で今のところ一番面白かったのオープニングで全然汗折れてるとこやからあれあれが完璧なのよ今日いっちゃうんだいきます。じゃあせーの、嘘かまことか嘘に決まってるやんか。どっちよ、あまりでこれもうマイナス言っちゃうよ俺の中ではなんかあの面白い感じで、いや持ってってるわけないやんけっつって、俺疑えよみたいな流れ出るかなと思ったら、ちゃんとそのまま読まれた、読まれてちゃんと思わなかった。おもろなかった。でもちょっとこれあと何出しとったか。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。とりあえず今日はここまで。